10月26日、27日の2日間、大竹市のサントピア大竹で、ふれあい健康福祉祭りが開かれました。これは、大竹市社会福祉協議会の主催で、地域の福祉施設や作業所、サークルなどが参加して行われました。イベントの中で行われた作品展では、日々の活動の中で制作された絵画や書、陶芸などが披露されました。車運転してたら、でもこうしたらまっすぐ行くんですよ、こうほら。また、さまざまな体験コーナーもありました。にぎわいを見せていたのが電動スクーターの試乗体験会。参加者は実際に乗って操作性や乗り心地を体験していました。ちょっとやっぱり車乗ってるからね、ちょっとこう勝手がわからんね、やっぱり感じはいいけどね。そしてステージ発表では、地元バレエグループや銭太鼓、リトミックサークルの発表など、練習の成果を思う存分発揮していました。地域の人たちが福祉について理解を深めるイベントとなりました。で、毎年来てるんですけども、うん、どういったところが楽しみですか？食べることと、まあ、みんなが働いてるところを見ること。もう僕らは境町出身ですからね、ものすごい人が通るんですよ。めったに会えんのが懐かしいですね、いろいろ本当。